は両リーグよりファン投票によって選出された各2選手計4選手のトーナメント方式で争われます。空振りやファールも含めホームラン以外は全てアウトとなり、アウトカウントが7回になった時点で終了です。ただし見逃しの場合はカウントされません。後攻の選手が先攻の選手のホームラン数を抜いた場合、その時点で勝負ありとします。またホームラン数が同じ場合はホームランダービーファン投票数で上位の選手が勝利となります。そして見事ホームランキングに輝いた選手には賞金50万円が贈られます。なお守備は準決勝の2試合はセ・リーグの選手に、そして決勝戦はパ・リーグの選手にお願いします。それでは選ばれし球界を代表するスラッガーをご紹介します。まずはパ・リーグからルクーカソフトバンクホークス柳田悠岐選手。北海道日本ハムファイターズ大谷翔平選手。続いてセ・リーグからは準決勝の最初の打席のみ3スイング練習ができます。どうぞ自由に行ってください。なおバッターボックスに立っていない3選手にもマイクをお渡しできる状況にあります。いつでもお好きなタイミングで喋ってください。
3つ練習ができます。どういうご縁でピッチャーを頼んだのでしょうか。そのあたりも気になるところです。通訳の桂川さん、何かご存知ですか。練習が終了したということで、
鉄郎選手の登場です。柳田選手、はい、どうでしょう、この対決。